皆さんこんにちは。ですね、今日はですね、CM の話ではなくてですね、アングル、視点の話を今日はしようと思います。で、僕はずっと広告クリエイターとして、アイデアを考える仕事をずっとやってきたんですね。で、一つ発見したことがあるんですけども、でそれっていうのは、人はすごい優れたアイデアに出会ったときに必ずある一言が心に浮かぶんですね。で、その一言っていうのは何なのかっていうと、その手があったかっていう一言が必ず心に浮かぶんですよ。で、なんでそれに気づかなかったんだろうって、同じものを見ていたのになんでそれに気づかなかったんだろうって、優れたアイデアであればあるほどそういう感覚に襲われるんですね。で、その同じものを見ているのにちょっとした違いでアイデアが激しくこう飛躍するっていう、そのちょっとした視点の違いを、アナザーアングルと言います。で、これは僕が4日前名付けたばっかりで、このテッドで喋るように名付けたんですけども、で、僕がこう考えるそのアナザーアングルってことを獲得すると、例えば違った世界が見えてきたり、自分が違ったものに感じられたりとか、新しいチャンスが見えてくるみたいな、そういう話を今日しようと思います。で、ちょっと広告業界で有名な理論があるんですけども、石切り場理論っていうのがあるんですね。で、それは例えば石を切る仕事があると、で黙って石を切らせてると、それはただの奴隷の労働みたいな形でとっても苦しい作業になるんですけども、例えばその石が教会になるってことを知ると、ちょっと石を切る意味は少し変わってくるんですね。で、さらに例えば教会に祈りに来る人をイマジネーションさせられると、それは同じ石を切るって行為が違う意味を持ってくるってことがあるんですね。それがよく言われるビジョンっていう言葉で表されるんですけども、でビジョンっていうのも実は視点を、今まで見てなかったゴールっていうことの景色を見せることで人の気持ちを変えるっていう力があるんですね。で、例えば現実世界で言うと、ディズニーランドあるじゃないですか。で、ディズニーランドっていうのは、ホスピタリティがものすごくあるところで、サービスのクオリティものすごく高いですよね。で、彼らは、アルバイトのスタッフのことを、キャストって呼んでるんですよね。で、彼らも、例えば掃除をする人もアルバイトの人もミッキーも同じ全出演者だと。で、バックヤードの裏方ではなくて表に出る人なんだっていうことを概念を与えることで、彼らの仕事の意味、掃除の意味とか変わってくることで、サービスのクオリティが上がったりするんですね。で、同じようにこれはスティーブ・ジョブズの有名な言葉なんですけども、彼はアップルのエンジニアに対して、僕たちはエンジニアじゃなくてアーティストなんだっていう話をしてるんですね。それは工業製品を作るのではなくて、人のイマジネーションをかきたてて世界を変える作品を作る我々は集団なんだっていう規定を置くことで、イノベーティブな商品をいっぱい作ってきたと。で、アングルを変える、視点が変わると見えてくる世界が、今まで同じものを見てたはずが世界が変わって見えるんですね。そうすると変わって見えたことで人の行動のやり方が変わってくるってことがあります。それがビジョンの持つ力なんですけども、でそういう概念っていうのは昔の結構日本にも実はたくさんあったんですね。で、ちょっといきなり念仏と書いたんですけども、これはナマンダ仏っていう念仏のことなんですけども、でこの話をちょっと三浦淳さんの本で勉強したんで、正しいかちょっと微妙なところもあるんですけども、で念仏を唱えるってことの意味っていうのは、実は人生のものすごい辛い局面に立った時にですね、そこがいいんじゃないって無理やり言ってみるって、声に出して言ってみるってことなんですね。例えば人生思うようにいかない、でもそこがいいんじゃないっていうと、確かに そんな気になってくるというか、例えば、命は永遠に続かない、でもそこがいいんじゃないとか、恋愛を思うようにいかない、でもそこがいいんじゃないっていう、こうそういうことを言ってみるってことに近いって話をしていて、ぜひこれ皆さんも何か辛いことがあった時につぶやいてみると、声に出してみると少し脳みそが騙されると思うんですけども、でこれは念仏が生まれた時代背景っていうのが、とても飢饉があったり貧困があったり病気があったり戦争があったりって、生きていく中でものすごいとても苦しい時代背景があるんですね。でそんな中で、とはいえ現実を受け止めて前を向かなきゃいけない庶民の人たちが生きる知恵としてソリューションとしてこういう念仏ってものが発明されたりですとか、わびさびっていうのもなんか似たような概念なんですけども、で、千の利休をきっと思い出すと思うんですけど、わびさびも、例えば応仁の乱から戦国時代までずっとこう争いをしてた日本っていうのは荒廃しきってたわけなんですね。その中で物質的にものすごく貧しい時代っていうのが続いたんです。ある権力者以外は新しいものとか美しいものを手に入れられない時代が続いた中で、例えば古くなっていく
錆びていくものに対して美を見つけようとか、不完全なもの、欠けているものを美しいって思うって概念を提唱したんですね。それはそのものがないっていうあの時代の中で豊かに生きていくための生活の知恵であって、それも新たな、まあ、ある種のソリューションなんですよね。で、アングルを変えるヒントっていうのは実は必ず課題の中にあるんですよ。あの課題の中にこうアイデアを考えるヒントがあると。で、これは身近な例で例えると今の話を、まあ、英会話教室を僕の友達がやってたんですね、ビジネスマン向けので。とはいえ、まあ、大手には料金対決で絶対かなわないので、彼がやったことっていうのは、まあ、日本に駐在する外国人の奥さんに やる日本語教室っていうのを始めたんですね。それはまあ英語というスキルは使うのは変わらないんですけども、視点を変えることで、まあ、彼は新しいビジネスを生み出していたり、例えば旭山動物園ってとても有名だと思うんですけども、北海道にある動物園で、あのかつてはすごく人が来なくて潰れかけたんですね。で、その理由は2つあって、1個は人気ヒーローの動物がいなかったっていうことと、もう1個は札幌から結構遠くていわゆる僻地にあったって場所が良くなかったっていうことがあって、まあ、潰れそうになったと。で、その時彼らが取った行動っていうのは行動展示っていう新しい視点を動物園に入れたんですね。で、行動展示ってのは普通動物園ってのは檻があって、その中に動物を入れてみんなで見るっていうのが、まあ、動物園だったんですけども、彼らが作ったのは動物の動きに合わせた檻を作るってことをしたんですね。つまり動物を見せるんじゃなくて動物の動く姿を見せる動物園っていうことを作って、まあ、トランスフォームしたんですけども、で、動物ってのはやっぱ動くものと書くんで、動いてる姿を見る方がやっぱ楽しいんですよね。それで今 の大ヒットがあるんですけども、で、これは実は上野動物園にはできないソリューションになってるんですね。それは行動展示っていうのは動物の動きに合わせて檻を作るので、ものすごく広い土地がいるんですよね。なんで旭川ってちょっと僻地にある、ただ土地だけはあるっていうことが実は地の利になって、ああいうソリューションが生まれているというのは背景があります。で、課題っていうのは、まあ、アイデアだったりソリューションだったりイマジネーションを生み出す原動力になるってことがあるんですね。で、どんどんいきますけど、例えばですけど老眼鏡、これはすごく僕大嫌いな名前でですね、で、僕も38でそろそろいつかかける日が来るんですけども、かけた時ってやっぱりショックを受けると思うんですよね。なんか老眼鏡かける年になっちゃったよって。で、こういうのも例えばリーディンググラスと呼んでみようよと、読書する時のメガネなんだみたいに呼ぶと、かける人の気持ちが変わるはずなんですよ。で、逆に言うと、え、まだリーディンググラス持ってないんだっていう、なんか知的なおしゃれアイテムになる可能性もあったりですとか、例えば介護ベッドも、このやっぱり寝る人の気持ちを考えた時に介護ベッドの世話になるってやっぱり心理的に辛い部分があるんですよね。だ、例えばアシストベッドって呼んでみようよとか、僕は首にあのヘルニアがあって朝起きるのは結構辛いんですけども、例えば介護ベッドに起き上がる機能があったら、それはそれですごく便利だと思うんですね。で、ああいった機能を介護って言わずに、あの高機能なベッドとして売ったら、もしかしたらターゲットが広がるかもしれないとか、あのそういう人、寝る人の気持ちが変わるかもしれないみたいな形で、アングルを変えるとかアイデアを考えるときヒントっていうのは課題の中に潜んでるという。で、もう一個あの、アングルを探すヒントなんですけども、それはあの物の良さっていうのは必ず長所と短所でできてるんですね。光と闇の関係性 で人間っていうのはもう悪いところばっかり目につく生き物なんですよね。でも影があるっていうことは、その影をずっと見続けた先には必ず光があるんですよ。逆転できる何かがあるんですね。で、これはあの明治大学の斉藤教授って人が書いた本で、まあ、世界一星が弱い日本人みたいなタイトルだったんですけども、まあ、ざっくり言うと日本人っていうのはフィジカルが遺伝子的に最も弱い民族だみたいなことを書いてるんですね。で、例えばあの人類が生まれたアフリカで生まれた黒人の方が一番フィジカルが強くて、次に白人の人で、アジアの中でも中国と韓国の人は日本人より平均身長とかすごく高いんですよ。なんで、まあ、彼の仮説で言うと、こう争い事が嫌いでフィジカルが弱かった人たちがこう逃げて逃げて最後に行き着いたのが東の島なんじゃないかっていう、ちょっと悲しい仮説なんですけども、ただこの間のワールドカップの予選とか見てると、確かにやっぱフィジカルの弱さってのはどうしても感じるんですよね。でもそのフィジカルの弱さもやっぱり強みに変えることができて、例えば今パリでは超熟っていうすごい柔らかいパンが大ヒットしてるんですよ。で、フランス人はフランスパンってのはものすごく硬いんですけど、日本人はやっぱあれはちょっときついってことですごい柔らかいものを作ったんですよね。
で、人間っていうのはやっぱり安気に流れるところがあって、一回ふわふわ感を堪能するともう戻れない人も結構出てくるんですよ。で、ウォシュレットなんかはやっぱ同じ発明で、あれはなんかマドンナが来日するときにウォシュレットに会いに来たっていうぐらいファンもいたりするんですけども、で、まあお尻を洗うっていうのも画期的なんですけど、何がすごいっていうと、便座を温めようっていう、それはもう繊細なフィジカルの感覚を持ってないとああいう発想っていうのは思いつかないんですよね。多分白人の方は便座を温めようなんて思ったことないと思うんですよ。でもイノベーションっていうのはまあテクノロジーから生まれるもんなんですけども、日本はもちろんテクノロジーも強いんですけど、そういう人間の感覚、フィジカル、人間中心のイノベーションっていうのもあるんですよね。それはパンが柔らかくするとかウォシュレットみたいなこともあるんですけど、そういう才能が日本人にはすごいあると思っています。で、長所の裏側は、まあ、必ず、短所の裏側は長所になるんですね。で、ここからが僕は今日一番話しかかったことなんですけど、で、僕は今日ここに来たのは皆さんの未来に対するアングルを変えてみたいなと思って今日この資料をわざわざ用意したんです。で、今未来っていうことを考えるときに、日本ってのはやっぱりどうしても閉塞感があったり漠然とした不安感があるんですよね。で、今日本に希望があるっていう人ちょっと大丈夫かみたいな感じが僕もして、で、やっぱ直感的に今この国に未来があるなって言いづらいんですよね。で、その原因っていうのは、まあ、少子化、高齢化、エネルギーとかってもう課題が山積みなんですよ。でも世界有数の課題先進国なんですね、日本というのは。でもこれはまたチャンスと捉えることもやっぱりできて、っていうのは今日本が直面している課題っていうのは必ずいつか世界が直面する課題なんですね。で、世界の誰よりも先にその課題にトライアルできる、チャレンジできるっていうことは実はすごいアドバンテージになる可能性があるんです。で、環境問題の課題でトヨタ自動車はプリウスっていうハイブリッド車を作ったように、例えば誰も向き合ったことのない課題に向き合ったときに日本の新しいアイデアとかソリューションとかイノベーションが生まれてくるきっかけになる可能性があるっていうふうに僕は思っています。で、課題こそやっぱり日本の資源だっていうふうに思った方がいいと思うんですね。で、さらにまあ2020年にオリンピックが始まるんですよ。で、いやおうなく6年後に日本というのは異常に世界から注目を受けるタイミングがやってくるんですね。で、そのタイミングであらゆる課題に対するソリューションをプレゼンテーションできたら日本の未来ってちょっと変わっていくと思うんですね。ソリューション先進国になる可能性も実はあるんです。で、その時に一番必要なものがあるんですけども、それっていうのが考える人ですね。そして挑戦する人っていうのがいないとこの問題解決していかないんですね。で、僕はテッドにすごく期待してるのは、こんな日曜日にわざわざこんなプレゼンを聞きに来るっていうのはとか、ユーストで見るとかサイトで見るっていう人はやっぱ意識が僕はすごい高い人だと思ってるんですね。で、そういう人たちに未来を作る側に行ってほしいなと思って、僕はもうコピーライターなので今日皆さんのためにスローガンを書いてきました。で、このスローガンがこれです。Think Different and Just Do It っていう、これは僕のコピーでも何でもなくて、シンクディファレントってまあアップルの有名なコピーで、ジャストドゥイットってのはナイキの有名なコピーなんですけども、この2つを合わせた精神っていうのは多分これからの日本にとってすごく大事だと思ってるんですね。それは人と違うことを考えるってことと、さあすぐやろうっていう、その2つの気持ちっていうのを持ってる人がどんだけ日本に増えるかっていうことがこれから日本の未来を変えていくと思っていて、できれば皆さんにこのスローガンが似合う人になってほしいなというふうに思って。で、まあ、ちょっとまた別のアングルのことを話したいんですけども、たまたま僕テッド名古屋のスタッフの方にですね、スピーカーの人は今日朝早い集合なんで宿泊しますかって聞かれて、僕は宿泊しますって答えたんですね。で、ちょっと前日に名古屋に入って味噌カツを食べて友達と会おうみたいなことでワクワクしてたんですけども、取っていただいたホテルが三河安城だったんですよ。1個手前の駅だったんですね。で、嘘だろうみたいな、じゃあ当日来るよみたいな一瞬思ってたんですけど、さすがにそれを一生懸命やってる学生にも言えなくて、でも例えば人生のアングルを変えて見てみるってことが大事で、それは今日昨日で言えばすごく腹の立つ話だったんですけど、人生長い目で見た時に一生で三河安城に泊まる機会って1回かもしれないんですよ。そんなことだったら二度と泊まんないかもしれないんで、実はすごく貴重な夜かもしれないですとか、例えばこのテッドのスピーカーも僕はうまくやっぱ喋りたいと思うんですけど、失敗してもやっぱりいいと思ってるんですよね。で、それは例えば10年後の
に10年前の7月6日何してたかなってこう考えた時に、多分家にいたら思い出せないんですよね。でテッドにこうやってチャレンジしてれば少なくとも自分の中に濃密に残る時間にはなるんですよ、記憶に残る時間に。で仮に失敗したとしてもすごい恥ずかしい思いは当日するんですけども、アフターパーティーも出ないで帰ったりするかもしれないんですけど、でも10年20年30年ってスパンで見た時には必ず忘れられない時間になってるんですね。で忘れられない時間に共通してることは1個あって、それは心が動いた時しか人は記憶に残らないんですよ。で心に動くっていうのはドキドキするとかハラハラでも何でもいいんですけど、それってのは僕は生きてるってこととほぼ同義語だなと思っていて、でそういう自分の中でずっと残っていく時間みたいなことを、例えば1日でも1時間でも増やしていくってことを少し意識して生きていくってこともとっても大事だなと思っています。でその時に一つ重要なポイントがあるんですね。これはもう皆さんスピーカーの方はみんな言ってたことなんですけど、例えばちょっと人に会うのめんどくさいなとか、このイベント行くのめんどくさいなとか、なんかちょっと会うと怖いから帯方行くのあれだなみたいな億劫になる瞬間ってあるんですけども、そういう時にちょっとやっぱお腹に力を入れて一歩踏み出すってことがとっても大事なんですよね。でちょっとしたことでいいんですけど、なんか今日イベントがあるけど、まあ行かなくてもいいかみたいなことってあると思うんですけど、でも思い切ってそこでちょっとこう力を入れて一歩踏み出すっていうことをできるかできないかってことは結構人生を大きく左右すると思ってるんです。で僕はやっぱり何か迷った時にちょっとお腹を力入れて一歩踏み出せる勇気っていうのをやっぱりみんなが持った方がいいと思ってるんですね。で、まあ、最後に僕がクライアントさんに結構無理なプロジェクトをプレゼンする時の口説き文句っていうのを最後に皆さんに教えて終わりにしようと思います。でそれはですね、まあ、成功すればヒーローになれます、でも失敗してもチャレンジャーになれますってことを言うんですね。で要は一歩踏み出して損することは一個もないんですということをいつも言ってます。で皆さんもぜひちょっとしたことでいいんで、まず一歩踏み出すって勇気を持ってください。僕からのスピーチは以上になります。 Thank you.